タワン・ウィホクラットは、バンコク出身の俳優、歌手、タレント。中連は帝。太陽国バンコクにて誕生。小学校は、祖母の経営する学校へ、中学、高校は、スワン・クラー・ウィー・アライへ通った。2015年10月、チュラーロンコーン大学経済学部卒業。2013年、ファイブ・ライブ・フレッシュという音楽番組の MC として、芸能活動をスタートさせた。 2021年4月26日に新型コロナウイルス感染症の検査にて陽性であることが確認された。24日より軽度の発熱と咳をしており、25日に検査を受け26日に結果が判明した。その後、治病の頭打のため軽度の肺感染症にかかり一時入院したものの5月10日に帰宅を許可され自宅隔離に移行した。名前のタワンは 太陽の井で、遅延前に住む祖母が名付けた。祖父は、大学で教鞭をとり、祖母は学校を経営していたため、厳しく育てられた。祖父母が近くにいる環境で育ったため、古い言い回しや言葉を使ったり、健康食品に詳しかったりする。写真を撮ることが好きで、古典を開いたり、写真集を手がけたりしたこともある。喉仏を触られることが苦手で、 首の周りに手を伸ばされると大きなリアクションを取ってしまうため、しばしばいたずらをされている。エレベーターに閉じ込められたり、飛行機が遅延、欠航したり、乗っていた車が故障したり、撮影したカメラが回っていなかったりなど、エピソードに事とか,かないほどよく不運に見舞われる。芸能活動以外にも、ノーグラスタイプというファッションブランドを持つ。また、 バンブーシークレットバイバンブースパというマッサージ店をキティブーンテイシャーパイ君とサメンズンという和食デリバリーの店をトップタップジラキットと共同所有している。好きなスポーツはバドミントン。好きな食べ物はソムトムプーパラー。ありがとうございます。